皆さんこんにちは、くるくるクールです。今日はまずタックマンさんのコース遊んでいきます。ドラゴンクエスト5天空の花嫁、以前ドラクエ4のコースやらせていただいて、その時にドラクエ5が好きですっていうのをリクエストしたことがあるんですね、ゆっくり実況で。そしたら新しくドラクエ5のコースを作っていただきましたが、クリア率が 0.7%、 相変わらずのタックマンさんのコースの難易度ですが、実は一回ちょっとやっているんですけどね、まだ最初の方しか見ていないので、後半というか中盤以降は全くまだ見ておりません。早速やっていきます。ドラゴンクエスト5天空の花嫁、サムネ見た限り花嫁候補あの人ですよね。やっぱり花ちゃんだよね。ビアンカ一択の私としては困るんですけどね。どうしたものか。これ余計にくい。この花ちゃんの愛なんとかなりませんかね。うまくかわして進んでいきたいんですけど、ビアンカに悪いもんね。だってどっから降ってくるの。天空の花嫁、天空から花ちゃんが降ってきます。やめてー。これどうするの。花ちゃん踏んでいくの、それとも踏まないでいくの、どっちがいいの。タックマンさん、ちょっと難しいでしょ。しかもこれ今よく見たら60秒しか時間ないんですよ。さすが 0.7%、 こんなのクリアできる人いるんだよな。そうだよな、 0.7% くの 0.7% の方クリアしてるんですからね。よいしょ。とりあえず今度は踏んでいけませんでした。やばいな、最初の1回が一番進めてるな。オッケー。これ多分全部落ちきるのを待ってたらタイムアウトになっちゃいますよね。参ったなー。あぶねー、どっから降ってくるのさ。あぶねー。これでいいかな。オッケー、オッケー、オッケーじゃないか。結構進んだと思ったんだけど、これ難しいぞ。花ちゃんが落ちてくる前に全部抜けられないかな。うまくジャンプしてほっ、オッケーじゃない。でもこれだ、きっとこれだ。花ちゃんが落ちてくる前に駆け抜ける。いくぜ。オッケー、オッケーじゃないこれ上にトゲあるだけで相当難易度上がっちゃってるね。さすがタックマンさん、やりますな。ほっ、今のなんか良くなかったですか。三段ジャンプ、ちょっと突破できる気がしない感じがします。あと10分ぐらいを目処にしてみますかね。あんまり一つのコースに時間かけすぎてもあれなので。よいしょ。ここが難しいですよ。ここに来るまでにどっかでジャンプをミスっちゃって、こっちのスピードが落ちちゃってるんですよね。よいしょ。これでペースでいってて時間足りなかったらどうしよう。こんだけ大きくジャンプしちゃってると、ダメだ。本当はあんまりクロリンも入れない方がいいんでしょうけどね。よいしょ。このスピードを維持したい。なんとかこのもうダメだ復活した。このスピードをずっと維持しないと多分大きな花ちゃんの先、羽のついてる花ちゃんのところは通り抜けられないと思う。頑張れ俺、頑張れマリオ。オッケー。怖いよ、重いよ。なーにこれ、重いよ、ずるいよ。タックマン出てこい。もうマリオ一生独身でいいんじゃないですかね、このまんまね。クカティンカになっちゃいますよ、花ちゃんの。激おこ花ちゃん怖いですよ、あんなのやばいよあれ、重いよ、ずるいよ。せっかくあそこまで行ったのに。もう
激おこ花ちゃん以上に激おこですよ、私。オッケーじゃない。オッケー。やったー。やったー。何分かかったんだこれ。あー、これでやっとビアンカの元に行けますよ。うん。花ちゃんの熱苦しい愛情を交わしきりまして、やっとビアンカと結ばれることができました。ありがとうございました。何分かかったんだ。でも、面白かったです。リクエスト答えていただいてありがとうございました。ダックマンさん、ドラクエ5、天空の花嫁。クリアしました。次はドラケー6ですよね、タックマンさんね。3でもいいですよ、お待ちしてます。ありがとうございます。全国走り幅跳び選手権大会決勝戦の模様をお伝えします。実況者は私、くるくるくるで担当させていただきます。実況できていませんよ。私実況者ですよ、これでも。最初の方に比べると、幅がどんどん広くなってきましたが、まあ、まだいける。走り幅跳びですからね。あー、これが最後か。あ、これはでもいけます。今私の所属しているグループの中でまた新しい企画をやっているんですけれど、今度は一般者の方も参加していただける企画になってるんですね。どんなものかっていうと、マリオワールドのスキンを使ったコースを投稿していただいて、それをうちのグループの審査員が審査して、まあ、優秀賞というか、2つですね、選んでグループの実況者が動画にしますよっていうものなんですけれど、3通りの中から選んでいただいて、まあ、投稿者さんが好きなコースを選んでいただけるようになってます。その1がまず、なんて言うんだろう、まあ、スタンダードギミック系っていうんですかね、まあ、基本的なマリオっぽいコース。クリア率、確か 5% だったか、そのぐらいを目安に作ってくださいということになっていたと思います。その2が、スピラン系コース。いわゆる、まあ、走り続ける系のコースですよね。これがその2。で、その3が、全自動もしくは半自動系のコースということで募集されています。私のツイッターフォローしていただいている方、ちょっとコンタクト取っていただければ詳しい内容をお教えしますし、まあツイッターでね、よいしょ、ちょっと今必死になっちゃってうまく喋れなかったんですけれど、その投稿のなんだっけ、詳細ルールっていうのもされてますので、多分マリオメーカー企画とかなんか調べていただければ見つかるんじゃないかなと思います。で、今ちょっとスマホ見れないんですけれど、12月の中旬ぐらいまでが投稿期限になっているので、まあ、まだ結構期限はありますからね。よいしょ、あー、この最後ができない。で、審査期間が5日間ぐらいあるのかな。で、その期間を経て、さらに動画編集期間を取って、動画公開されるのが来年の1月1日、元旦になります。選ばれた方、新年早々からハッピーになれると思いますので、ぜひ皆様腕を振るってご応募ください。ここできねえ。さすがタックマン。
よいしょ。あそこって3段ジャンプかな。でも3段ジャンプじゃその前が届かないような気がするんですよね。よいしょ。あそこで残り時間が40秒ぐらいだったと思うので、うまく調整できないかな。ほっ、あとちょっと惜しい。うん、このコースはできるって言ってからもう何回挑戦してるんでしょうね。このコースでもできますよ。諦めません。打倒タックマン。よいしょ。ほっ。あ、ちなみにタックマンさんはスピランコースの審査員補助ということになってますので、彼の難しいスピランコースは今回は投稿されませんので皆さんご安心ください。タックマンさんが本気のスピランコース投稿してきたらほとんどの人クリアできませんからね。よいしょ。もう、あー、今のところが確か最後のジャンプだと思う。これ地声での投稿を始めてみて思ったんですけれど、カットするところが難しいですよね。ずっと喋り続けてるんで。ゆっくりだと画面が暗転したところとかカットしてうまくつなげればなんとなく、まあ、動画にはなるんですけどね。ほっ、ここだ。次、ほっ、あー、ここで3段ジャンプしたいんですけどできないですよね、幅的に。多分できるのかな。なんか全然クリアできません。タックマンさんのことだから何か助けのスキルが必要なんですかね。そうなってくるとちょっと見当がつかないんですけど。よいしょ。オッケー。ほっ、オッケー。はい、助けのスキル必要ありませんでした。あー、よかった。これでも制限時間が長かったのでまだなんとかなりましたね。制限時間10秒とかだったら私にはクリアできなかったかもしれません。ピーチ全国走り幅跳び選手権大会決勝戦の模様をお伝えいたします。ピーチ出てきてないじゃん。いいね。よし。はい、そんなわけで今日はタックマンさんのコースを遊ばせていただきました。普段はゆっくりと地声と交互に投稿しているんですけれど、ちょっとこれは特別編ということでどこかに挟んで1日に2つの投稿でやるかもしれません。皆様グループの企画、ツイッターでも YouTube でもコメント欄でもね、興味のある方書いていただければお教えしますので、ぜひ皆様ふるってご参加ください。よろしくお願いします。では次回はあなたのコースにくるくるくる。